1967年、アルプスモトローラ株式会社として創業。1978年から現在のアルパインブランドを展開。世界のカーライフに新しい喜びや、これまでなかった感動を作り出す。アルパインは常に時代の要望に応えたファーストワンの製品をお届けしてきました。カーエレクトロニクスのさまざまなカテゴリーでとどまることなく技術革新を続ける。時代に先駆けるこの姿勢はこれからも変わりません。車に関わる幅広い分野で先進性を追求するアルパイン。私たちはモービルメディアイノベーションカンパニーとして世界中のお客様のために5つのエクセレンスを高め、未来価値を創造します。エンジニアリングエクセレンス。アルパインの事業領域は AVNCD の5つで構成されています。オーディオ領域。音そのものをありのままに再現するために車内外のさまざまな影響を徹底して調べる。車種専用の最適なサウンドシステムを実現。小型軽量省電力化でも技術革新を進めています。ビジュアル領域。コンソールパネルまで含めた開発でディスプレイの大型化を実現。デザインと機能性を極限まで一体化させた車種専用の大画面にも対応。また車載におけるさまざまな制約への対応には高度なメカトロニクス技術が生かされています。ナビゲーション領域。世界各国でのロードテストと実績をもとにナビゲーションの機能開発に加えて精度向上技術もさらに磨きを上げる。測定誤差を数センチまで飛躍的に抑える超高精度ナビゲーション。将来の自動運転に向けた技術革新の一つです。コミュニケーション&クラウドサービス領域。コミュニケーションの領域ではアルプス電機と連携し車内の通信や携帯電話のネットワークモジュールを開発。そしてクラウドサービス領域においてはアルパイン独自のサービスがすでに始まっています。ユーザーの走行データからリアルタイムに現状を認識し最新情報をクラウドで共有。走行中のドライバーに向けて的確に情報を提供。ロケーションベースドサービス技術を活用しています。先端技術が集まるシリコンバレーにも拠点を持ち新たなプラットフォームにもいち早く対応しています。ドライブアシスト&コックピットディスプレイ領域。安全性を高めるトップビューマルチカメラやセンシングカメラで培った高度な技術で周辺の情報を詳細にわたって検知、そして車両をコントロールする。将来の自動運転に不可欠なアドバンストドライブアシスト技術に取り組んでいます。コックピットディスプレイの領域では自動運転での快適で安全なドライブ環境を提供するために人と車のインターフェースの技術革新を進めています。ヘッドアップディスプレイを進化させ大画面でさまざまな情報を提供する AR 技術にも取り組んでいます。アルパインは5つの事業領域を組み合わせ新しい価値の創造に取り組んでいます。マニファクチャリングエクセレンス。ものづくり精神と最先端の生産設備によって私たちは品質の高さを徹底して追求しています。日本のいわき市にあるグローバルのマザー工場。ここでは最新の設備に加え
独自の研修システムを導入。また従業員の徹底した教育も実践。その検証と実践された内容が海外の工場でも同様に生かされています。部品加工から完成までの一貫生産、製造の自動化も積極的に推進。高い精度を誇るストレスフリーな工程、トレーサビリティを活用した製造マネージメントで徹底した効率化。海外顧客からの緊急のご要望には日本から遠隔操作でサポート。オンタイムで精度の高い計測環境を整備。高い品質を追求し生産性の向上を図るため、日本のマザー工場のノウハウを地域に合わせた最適な生産へ生かしています。マーケティングエクセレンス。お客様視点でのものづくりを行うために国内外のモーターショーへ出展し、独自の技術展示会も開催。さらに世界各国のお客様一人一人のカーライフとその車を理解することにこだわり、今までにない新しい価値と商品をお届けする独自性のあるアルパインプレミアムの実現に取り組んでいます。サービスエクセレンス。市場での不具合は発生した時の環境、条件の詳細をクラウド上のシステムに全て履歴を残し、同様の事象に即座に対応する。緊急時にはサービスマンが駆けつけ、お客様の車をその場で解析解決する。それらのデータベースと様々な評価検証の徹底が次の製品に向けた品質の向上につながっています。世界各国でお客様のニーズを捉え、いつでも安心してお使いいただけるサービスを私たちは心がけています。パートナーエクセレンス。世界の自動車メーカーやドライバーにとって最高のパートナーであり続けるために、アルパインはこれからも高品位な製品を提供し続けます。車載製品として求められる高度な信頼性に応え、市販市場でのお客様の要望を新たに実現する。カーライフをより快適なものとするために、私たちはパートナーの思いを形にします。自動車メーカー各社のグローバル展開へ柔軟に対応した SMD 体制。日本のグローバルヘッドクォーターをはじめ、アメリカトーランスのヘッドクォーターの中にはリサーチオブアメリカを設置。ドイツミュンヘンにはヨーロッパ各国のヘッドクォーター、そしてシュトゥットガルトにリサーチオブヨーロッパを構え、多様なニーズに応えています。中国大連にも大規模な開発拠点を構築。中国最大のソフトウェア会社ニューソフトとも合弁会社を設立。先駆けて世界最大市場の中国で EV、ADAS、クラウド、その先のカーシェアリングなど次世代自動車に向けたトータルソリューションを目指しています。ヘッドクォーターを軸に営業拠点を世界に展開。地域ごとに生産拠点を作り、効率化を推進。私たちはニーズを見据えて開発拠点をお客様の近くに置いています。次世代のカーライフを提案し、車社会の未来価値を作り出すモービルメディアイノベーションカンパニー。アルパインはお客様の期待を超える喜びと感動のプレミアムカーライフを提供します。